はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ハンドルビミ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。10月22日予定の NHK デモなんですけれども、スクランブルデモとネット聴取反対デモがほぼ同数のご意見、いただきました。なので、NHK ネット聴取反対スクランブルデモにしようかなと考えております。横断幕も上りもどっちもあるしね。でね、上り増やしたいな、見栄えいいからな、思ってですね、今使っている軽量上り竿、楽々ポール、釣り竿の素材でできてる、すごい軽い、高いやつなんですけれども、普通の上り棒は、まあ、500円ぐらいで買えるんですけれども、あれだと重くてですね、10本集まると、ちょっと運べない。今20本使っております。ラクラクポールは20本でも運べますけれども、普通の安い方だと重く、10本も集まると重くて持ち上がらない。で、皆様のご支援で20本買いいたします。久しぶりに買おうかと思って、ただですね、値上がりしてました。大幅に1本6800円から9900円に値上がりしてました。20本カート20万か、しゃあないっすね。皆様のご支援その他を当てさせていただきます。去年1年間で失踪した外国人実習生は9006人、数千人規模ですね。手は聞いてましたけれども、9006人、世論です。9000人とは驚き、こんな制度やめちまい。この制度設計した省庁担当者は責任感、危機感を持たないのか。失踪、不法滞在、犯罪組織、実習生を安く使って儲ける企業は責任取らない。9000人も失踪してて、自民に統治能力があると言えるのか。実習制度は実習生にも日本人にも害しかないな。実習制導入を検討する経営者向け講習会、実習生は現代の奴隷です。最低賃金で使えます。3年間クビにできません。ではですね、ソースの二度漬け禁止っつったら、じゃあ3回漬けようなんていう、このレベルのバカな実習生来たらどうするかって話なんですけど、いじめていじめて逃げるように仕向ける、じゃないですかね。企業側のどうにも使えない最低賃金、上げるのも嫌なぐらいなダメな実習生来たら、いじめていじめて逃げるよし向ける。年間失踪者1万人突破目前ですね、これ。直近7400人だったんで驚きました。これがそっくり不法滞在に、で食えないからせっせと作物泥棒、電線泥棒になると。日本が世界に誇る無人販売所、もうダメかもわかんないですね。もう無理かもわかんないですね。また外国人実習制度廃止でも開催します。皆様よろしくご参加ください。盛岡市で銅線ケーブル千数百メートル、時価にして300数十万円分を盗んだカンボジア人5人組を逮捕。世論です。カーチェイスやらかした連中か。逮捕っていうか、逮捕されてたのが再逮捕です。なんでこんなのが入国できてんだ。よく運転できたら免許あんのか。無職の外国人がなんでいるの。自活できない外国人は日本にいてはいけないことになってるんですけどね。世界中から犯罪者が集まる国になりつつあるな。夜歩けない、国に着々と近づいてる。入管難民法違反などの疑いで逮捕されていましたとあるので、こいつらも不法滞在者ですね。大型実習制度で来日して逃げて不法滞在者ってなって、そのまま犯罪組織形成、犯罪団形成ってパターンでしょうね。千数百メートルの電線って重さはどのぐらいか分かんないですけど、相当ですよね。5人組の犯罪団じゃないと無理ですな。あとね、専門の監禁係もいるんじゃないか。犯罪組織形成してますよ。パトカーでカーチェイスの末逮捕。どうせ免許持ってないですね。っていうことは無保険。こいつらの車に轢かれたら轢かれ損じゃないですか。全然保証してもらえないじゃないですか。こんなことが起きてもですね、実習生をやっつく使う企業は責任取らない。実習制度をやってる省庁も責任取らない。日本の未来が心配ですわ。世も末だの。はい、失礼いたしました。藤原弘明
名古屋入管局長、政治的迫害を受けている本物の難民はほぼいない。ほぼいない。いないことはないのかな。世論です。飛行機で来るのは難民ではないわな。名古屋はまともな局長でよかった。密航船の中でパスポートを破くやつもいるそう、パスポートを破くやつもいるそう。観光ビザでの難民申請はできないよう法改正すべき。基本的に入国した後の難民申請は却下すべきと。現地の日本大使館にですね、政治的亡命を求めてくるぐらいなら検討してやってもいいが、認めるってわけじゃないですよね。例えば、トルコのにある日本大使館に、亡命差し下さいって駆け込んでくる、なら一個ぐらいはちょっとだけしてやってもいいですけど、一旦来日してからね、やっぱり難民だったわっていうのはなしにしてもらいたいですよね。今の難民申請は滞在期限が切れる、不法滞在になる、送還を逃れるため難民申請するってパターンだもん。関内のクルド人ほぼ全員これでしょ。永遠に難民申請を繰り返すのが改正されたが、それでも数年間は送還を逃れられるんですよね。2回申請を受けられるっちゅうかね。だから入国後の難民申請は認めない。お前ら入国できたってことは迫害されてる政府からパスポートもらえてんじゃん、迫害されてないじゃんっていう風にしてほしい。だいたいパスポートと飛行機代はあったんでしょう。じゃあ難民じゃねえじゃん。私のあのイメージする難民はなんかあのボロボロで足は裸足でなんかあのテント張って陸伝いのあの国に、隣の国に逃げてる最中の連中、みたいなイメージなんですから、入国後、日本に来た後のあの難民申請はやめてもらいたい。日本に来る前に難民申請、難民です、私は保護してください。っていうのはちょっとだけ考えてるけど、それ、じゃなくて来日してからの難民申請は全部却下。だってお前ら飛行機で来てんじゃん。中には船で来てる人も、いるとは思いますけれども、だって入国できてんじゃん。じゃあパスポート持ってたってことじゃん。もらえてんじゃん。迫害されてねえじゃん。お前自国に、自国に。って言って、難民申請認めない方向で、行きましょう。茂木自民幹事長。最近毎年5兆円程度の税収増がある。減税措置などによって国民に還元することもあり得る。減税じゃなくて、減税措置。減税でじゃなくて、など。やるじゃなくて、あり得る。そりゃ何でもあり得りますよね。なんかいまいち信用できない。歯切れ悪いんだよな。本当にやる気があるかどうか疑わしいです。世論です。面白い日本語使ってんな、こいつ。やっぱりそう思う。還元とか偉そうに。するとは言ってない。税金還元キャンペーン、また非課税世帯に配るとかやめてね。初めから奪うんじゃねえよ。選挙前だけだろ、都合のいいこと言うのは。だったらそもそも増税すんだ、ボケが。還元とか何様、よし、減税措置増税だ。減税措置など相変わらずのばらまきやるということですかね。減税じゃなくて減税措置など、措置じゃなくて恒久的な減税じゃなくて期間限定、ですかね。期間限定のあの減税措置とか言って、なりうる、あり得る、やらないっていうことが、これつまり選挙前に釣りですね。メガネと木原と茂木の3人でですね、こう言っとけばいいんじゃないのぐらいの軽い言葉です。欧米みたくですね、食品は消費税無料っていう当たり前のことできない自民党が減税なんかやるわけないもん。自民与党史上上がるばっかで一度も減税してないもん。それよか税金にたかる寄生虫を減らしてよ。特に男女共同参画関連ね。あと外国人技能実習制度やめるであるとか。毎年10兆円もかけて、それでね、世の中なんか良くなったかと。男女共同参画事業で10兆円毎年かけてて、なんかそれで世の中良くなったのかと。女性は幸せになったのか。日本人の女性は世界で一番幸せですよ。だって一番寿命長いんだもん。それはね、幸せでない国の女性は寿命短いんだから。日本人の女性が一番世界一
寿命長いんだから、おばあちゃん天国とかも言われてますよね。もうあの世界一幸せなんだからこれ達成できたらっつって男女共同参画事業全部やめろ。高市さん総裁選に出ます。世論嫉妬の嵐で有能さを証明した強さ、野田聖子はもう出ないのか、史上初の女性総理だぞ、マスコミは持ち上げてやれよ、女性も総理になれる国ということで体裁も保たれる、森本がつけば一発逆転あるかもだが、ドリルを可愛がってるから無理かな。森元総理ですかね、これね。日本の総理に高市さないか杉田水脈がふさわしい。私もそう思う。杉田水脈さんまだお若いですけど、なってほしいが、テレビに邪魔されるだろうな。まあ、邪魔すんだろうな。発表したように。朝から晩まで、邪魔すんだろうな。議員票は、メガネについて2位だった麻生で、議員の人望は熱いんだな。河野太郎傲慢ですからね。議員に人気ねえのはそうだな。IAEA 総会で中国を事実殴りなど、喧嘩もうまくて有能ですもんね。テレビがメガネをあんまり叩かないのは、あんまり叩いてですね、引きずり下ろしたら、次高市さんになっちゃったら、目も当てられないからじゃないかと、前から私、推測しております。麻生副総理。岸田の左翼顔がいいんだよね。いや、まさに左翼だし、誰よりも男らしい高市さんに頑張ってもらいたいですね。メガネに皆無の国家感も十分あるしね。高市さんにあってメガネにないのは国家感であります。原油価格高騰、電気代値上げプラス猛暑と干ばつで野菜価格高騰が止まらない。不作だったんですかね。人参は平年より 47% 値上がり、キャベツやレタスなど葉物野菜は平年より1割程度値下がり、この辺は暑いから豊作だったんでしょうかね。よくわかりませんけども、世論です。野菜マジで戦い、勘弁。残暑も厳しかったしな。人参は倍ぐらいになってて物も悪いから買う気がしない。今日ピーマン2袋と、こういうのなんて呼ぶの2束で、約1,000円、読めない肥料や経費が爆上がりしてるから農家は楽じゃない。人参の特売全く見かけない。今年の家庭菜園は悲惨だった。取れなかったってこと、実んなかったってことですかね。暑すぎてね。やっぱり暑すぎてもダメなんでしょうね。知らんけどね。食品に消費税かけんなよバカジミ。経営者の体調不良や死亡でいきなり倒産過去最多、後継者不在倒産の8割が今の経営者の体調不良で入院したとか死亡したとかで、まあ、仕事続けられなくなった、っていうものだそうであります。世論、夜逃げちゃうの、死ぬまで働く経営者8割強って高齢化やばすぎ、子供もブラックは引き継がん、誰もやりたがらんかったんか、設備、準備不足なだけやん。結構儲かっててもそのまま廃業とかあるらしいな。負債1000万円以上の倒産をカウントした数字だそうで、まあ、金額が少ないんで一人親方の会社とかもあるでしょうね。これ前々から言われてて、ボリュームゾーンの段階経営者の引退で寿司屋とかとんかつ個人店の閉店ラッシュになるって、まあ蕎麦や、うどん屋、まあそういうとこ閉店ラッシュになるって、これが顕在化してきたのでは。寿司屋さん、とんかつ屋さんも会社化してるとこもあるしね。段階世代は現在73歳から77歳、体調不良の一つ二つはあるでしょう。死亡で倒産っていう、パターンね。死ぬまで働けた人は幸せなんじゃないかな。長期入院とか嫌ですもんね。今後後継者不在、経営者が何らかの理由で引退による事業閉鎖は増える一方である。だってボリュームゾーンの段階世代が引退がっていう年になってきたから、それをですね、テレビが盛大に、自民党のせい、雨が、企業倒産数、過去最多なんつって、ここまで見えます、私には。皆様、割とこれは自然現象に近いことなんで、騙されませんように。おじいちゃんがやってる寿司屋さんが、ぽつらぽつらと減っていっても、これは自然現象ですから、だって段階世代がボリュームゾーンで、その経営者いっぱいんだから、しゃあないよね。騙されませんように。維新に届けずロシアに行って処分を検討されてる鈴木宗男、秘書が届けを忘れた、それをチーとも知らんかったと言い訳、昭和の政治家っていう、こんなんで維新がですね
じゃあしょうがないねで済ますかどうか見てやろう。 NHK 制作局長から経営委員会理事にのし上がった若林久郎久郎久を62歳退職後ジャニーズ事務所の顧問になってました、まああるでしょうねこれね、フジテレビの役員もあのジャニーズ事務所来てたやつもいるっつうし、まああるでしょうね。経営委員会理事っていうのはですね、 NHK の出世のゴールです。 NHK 最高決定機関の経営委員会で、会長の下につく11人のことであります。NHK で一番偉い連中、会長プラス11人の執行部 VS 外部から招いた経営委員12人の戦いが経営委員ですね。地方議会にちょっと似てますね。市長と、まあまあ市役所の総務部長だの財政部長だのそういう連中の市側とですね議員との戦い、で市側が一生懸命説明して予算こういう風に組みましたっつって議員が納得しねえで、過半数反対したらそれ通んないっちゅう、似てます。執行部がやりたいことを委員に説明し反対されなければ執行部の勝ち、委員がそれを許さなかったら執行部の負けなんですけど、そういう例ほとんどないっす。なんせ経営の情報を執行部側が独占してますから、で都合いい情報しか委員に渡してませんからね。そもそも執行部の都合いい人材を委員に据えるんで、まあなーなーですよ。まあこういうやつがジャニーズの顧問になってたって、セルフレジの万引き増加、逮捕者は外国人ばっかと思いきやそんなことなく日本人が大部分であった、お天道様が見てるよ、お天道様に顔向けできないが通用しない世の中になってまいりました。世も末だな。歌舞伎町や大久保公園で売春する立ちんぼ急増、先月までに80人を逮捕、ほぼ全員がホスト中毒者、世も末ですな。頭が緩い子はいなくならないからホストクラブの付け禁止した方がいいんじゃないのこれ。付けが膨らんで、とうとう立ちんぼやっちゃうんじゃねえか。一回一回払わしてもう現金払いで、もうダメってね、一回払えなかったらもう出禁にするとかね、自分が自分を安売りして大事にしてないなら誰からも大事にされないんだよって、そういう頭のゆるい子に説教してもですね多分理解できない。なんかホスト狂いって狂いっていうぐらいですから、なんか頭狂ってる状態で人の話聞かねえらしいんですよねなんだか。まあそういうことでホストクラブの付け禁止にした方がええんじゃないか、被害少ないように。でまあ払えなかったら、その日払えなかったらもう来ちゃダメよっていう風に法改正とかするしかないんじゃないか、あーなんて思っております。というわけで外国人実習生の失踪者が大変なことになってる。これ来年1万人突破すんだろうな。いじめていじめて逃げるように仕向けてんだろうな日本の企業がな。とんでもねえやつくとな、これ制度ダメじゃないの、欠陥じゃないの、クビにできないとかですね、実習生は逃げちゃダメよとか、それが機能してないってことですよね。もうダメなんじゃないのこの制度が。まあ今後ともですね、制度自体を廃止しろ、叫び続けていきますので、皆様デモご参加や宣伝拡散やにご協力ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。